芝山町長宅前臨時発出所襲撃事件とは、1977年5月9日に、千葉県三部郡芝山町長宅前に設置された臨時発出所が火炎瓶を持った集団に襲撃され、警察官1名が殉職したテロ事件である。事件現場に立つ、異例ひなりた空港問題発生に伴う、 激しい三立化闘争が継続していた最中である1977年1月11日に、福田内閣が閣議で新東京国際空港の年内開港を宣言し、開港絶対阻止を掲げる三立化、芝山連合空港反対同盟とそれを支援する審査抑制区とは色めきだった。特に反対同盟が空港開港を妨害するために建設した。 岩山大鉄道の防衛が反対派の最重要課題とされていた。同年1月15日未明、新行寺一郎芝山町長宅に発煙筒が投げ込まれ、玄関や車のガラスが壊される事件が発生した。空港推進派である新行寺町長は、1973年6月に反対同盟の内田寛一行動隊長を破って初当選しており、 道路専用許可を与え、公団の手先になった裏切りに、一撃を加えたとの抗議文が見つかる。千葉県警察はこの事件を機に、芝山町小池にある、町長宅前に、軽量鉄骨プレハブ建ての臨時派出所を設置し、警察官による、芝山町長宅の常時警備が実施された。同年5月6日、空港公団が、反対派の不意をついて、岩山大鉄道を、 機動隊の保護のもとで強制撤去した。これに反発した反対同盟支援の過激派は行動を激化させた。このような情勢を受けて千葉県警察は柏警察署などの警察官を芝山町長宅警備に動員し警備体制をさらに強化していた。5月9日未明、火炎瓶、核材、梱包で武装した共産同盟の極左暴力集団とみられる。 約50人が、柏署員6人が警戒する芝山町長宅前の臨時発出所を襲撃。襲撃犯は非常用電話線を切断した上で窓を破って数十本の火炎瓶を投げ込み臨時発出所を全焼させたほか、70メートル離れた空き地で待機していた警察官24人を乗せた輸送車にも火炎瓶を投げつけた。すさまじい火星で燃え落ちた。 発出所の鉄骨は雨のように曲がり、裏に生えていたタケノコは根元から炭化していた。この襲撃で発出所に詰めていた全員が火炎瓶を投げつけられたり核材等で殴打されたりするなどして重軽傷を負った。そのうち全身やけどを負った巡査部長と2名の巡査はヘリコプターで東京警察病院に搬送され、うち2名が喉の切開手術を施された。 巡査部長は、全身の80%に火傷を負っていただけでなく、火炎をまともに吸い込んだため、帰還し、胃、腸まで熱傷を受けており、喉からは大量のすすが出た。巡査部長は、左るまで路上を転げ回っていたところを、学生らから追い打ちをかけるように、火炎瓶を投げつけられたのだという。病状は、一進一退を続け、一時は、流動食を食べられるまでに回復したが、 排血症と心不全を併発して5月21日に死亡した。一緒に喉の切開手術を受けた巡査も熱傷で手の指のすべてが焼けついており、指を切り離す整形手術すら危ぶ生まれた。巡査部長は3歳と1歳の子供を持つ、アビコ幹部派出所の交通主任で、交通安全教室の指導で、子供たちに人気があったという。 成田空港問題での警察官の殉職者としては、東方十字路事件に続いて4人目となった。事件の前日である5月8日に、岩山大鉄道を撤去に抗議する、成田空港建設反対派と機動隊が衝突した、際、臨時野戦病院でスクラムを組んでいた、反対派支援者の東山カオルが重体となっており、襲撃は、その報復とみられる。元反対同盟員の一人は、 抜き打ち撤去と仲間が殺されたことへの報復だから人が死ぬのもしょうがない。あだを取ったとしか思わなかったと当時の心境を振り返っている。千葉県警察は事件解明のため100人の先住捜査員を投入した。5月18日に、鳴門警察署の横芝幹部発出所にストッキングで覆面した男数人が火炎瓶を投げ込む事件があり、逮捕された。 戦記派の実行犯から本件の襲撃集団をたどろうとしたが、ついに容疑者を特定するに至らず、1992年に控訴事項が成立した。過激派のどのセクトもこの事件に関しては犯行声明を発表しなかった。なお、この事件に先立ち、前日から連続して、千葉中央署の宮野義派出所、石寺署西大泉派出所、 空港第8ゲート警備員詰め所が連続で襲撃されており、これらについてはいずれも中核派が反抗声明を出している。中核派は、その5週間、三里塚で報復船として、芝山町長宅を防衛していた、機動隊に殲滅船が観光されたとして、実質的に関与を認めている。ありがとうございます。